パーカー軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は116,927人であり、2000年の88,495人から32.1%増加した。軍庁所在地はウェザーフォード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 パーカー軍はダラス・フォードワース大都市圏に属している。軍名は1855年にパーカー軍を設立する法案を提出した衆議会議員アイザック・パーカーにちなんで名付けられた。1932年に共和党の州知事候補になったオービル・バリントンはパーカー軍の出身である。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は910平方マイルであり、この内陸地904平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は0.72%である。軍内をブラゾス川が横切っている。南軍兵士の像、パーカー軍庁舎前スリップダウン山とスリップダウン崖が、どちらも標高1368フィートあり、軍内の最高地点である。プールビルの南西。 アドバンスコミュニティのすぐ東に位置している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。一部がワイズ軍とタラント軍内主にパロピント軍内。ありがとうございます。